やってた Facebook のアカウントがバレ、そこから本名、出身、中学、高校、大学全部バレ、当時住んでた住所もバレたので、それを歌詞にして弾き語りました。住所がバレたので、家の前のゴミ捨て場を何者かに調べられ、携帯の電話番号と当時勤めてた職場もバレました。さすがにヤバいと思って中野に引っ越し、一安心していたら、前の住所から転送で北朝鮮から手紙来て、まずは北朝鮮に住所がバレました。その手紙をツイッターにあげたら、住所が解明できるバーコードを隠し忘れ、そのバーコードをフォロワーが解析した結果、全国規模で住所がバレました。そして去年の末にまた引っ越し、さすがに大丈夫かと思っていたら、引っ越して30分で DM が来て、あなたの住所はひょっとしてここですか。なんでこんなにバレるのか、そういう星の下で生まれてきたのか、そして今の住所がバレた直後によくわからんけど LINE ID もバレました。気をつけようね。